はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、未成年者について解説いたします。まず未成年者って、どういった人かっていうと、18歳未満のものは未成年者です。18歳未満ということは17歳の人は未成年者なんですね。で、一方で18歳になるとこれは成年者というふうになります。そして未成年者っていうのは結婚することができないんですね。婚姻はできません。なので17歳の人は結婚できないです。17歳、16歳、15歳結婚できません。18歳になったら結婚することができます。これは男女一緒です。男性も女性も18歳になったら結婚することができます。で、続いてですね、で、未成年者が行える行為なんですけども、未成年者っていうのは原則何か法律行為をする場合、法律行為っていうのは契約って考えていただいたら分かりやすいんですけども、契約を行う場合、原則として法定代理人の同意が必要となってきます。例えば未成年者が不動産を買いたいとか言った場合、またアパートを借りたいとか、そういった場合っていうのは法定代理人の同意が必要なんですね。で、法定代理人の同意なく契約しちゃったといった場合、未成年者本人は後で取り消すことができます。また法定代理人も後で取り消すことができます。じゃあ法定代理人ってどんな人なのかというと、親権を有する父母、お父さんとかお母さんですね。未成年者のお父さんお母さんで、それ以外でも未成年後見人と呼ばれる方も法定代理人に含まれます。この人どういった方かっていうと、例えばご両親を交通事故で亡くされてしまって、この未成年者保護する人がいないってなった場合、例えば弁護士さんとかが未成年後見人になったりします。なので、こういったお父さんとかお母さんとか、また弁護士さんみたいな未成年後見人とか、こういった人が法定代理人だと考えていただければと思います。で、例外的に未成年者は単独で行える行為があるんですね。それは例えば単に権利を得る行為、これ例えば無料で何かをもらう行為ですね。ただで何かをもらう行為、これについては未成年者デメリットありませんので、これは法定代理人の同意は不要ですと。これちなみに負担付きで何かをもらうっていった場合は、これはここに含みません。例えば何かお手伝いをしてくれたら、お金あげますよとか、こういったことですね。これについてはここに含まれませんので、原則法定代理人の同意が必要ですと。で、また単に義務を免れる行為、例えば未成年者が借金をしていたといった場合、その借金を免除しますよと、何の負担もなく免除しますといった場合ですね、これも同意は不要です。もうメリットしかないですよね。未成年者にメリットしかありませんので、これは法定代理人の同意はいりませんよと、言った内容です。そして法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、目的の範囲内で未成年者は処分することができます。で、この法定代理人、例えば親だと仮定して、親が、高校生に対して、高校生ちょっと下宿していたと。で、下宿先で下宿の代金を払わなければいけないって言った場合に、親がその高校生の子供に対して下宿の費用としてこれ使っていいよって言ったのであれば、この未成年者は下宿の費用としてそれを使うことができますよといった内容です。で、もう一つが、法定代理人が目的を定めずに処分を許した財産、例えばこれは、お小遣い、仕送りとしてお小遣いとして、2万円あげるから、これ自由に使っていいよ、こういった場合ですね。こういった場合については未成年者は自由にそれを処分することができる。処分っていうのは使うことができるって考えていただいたら大丈夫です。で、続いてですね、営業を許された未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為能力を有する。これどういうことかっていうと、例えば、未成年者高校生が、服の仕入れと販売を行いたいということで、親が未成年者に対して許可をしたと。服の仕入れと販売についての営業についてはやっていいよって許可をしたといった場合、服の仕入れと販売に関してはもうこれは成年者と同じ行為能力を持つということになりますので、親の同意がいらなくなるんですね。服を買ったりとか、また服を売ったりする行為については親の同意はいらなくなるんですね。
これは成年者と同一の行為能力を有することになるからなんですね。で、これはあくまでも今許可をもらったのは、親から許可をもらったのは服の仕入れと販売ですよね。勝手に不動産の仕入れとか販売とかやっちゃった、これっていうのはここに含まれてきませんので、まあ通常通り、まあ原則通り法定代理人の同意が必要になってくるんですね。なのでこういった行為は後で取り消しができます。一方で営業を許された内容についてはそれは後で取り消しができませんので、成年者と同じように扱うと、まあ、いうことですね。ここもしっかり頭に入れていただければと思います。この内容ちょっとすべて重要なんで、この内容はすべて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。